ありがとうございます。はい、私からはありません。はい、じゃあ代表して TBS を伺います。はい、国連の緊急安保理会合を開かれました。北朝鮮のミサイル発射を受けて、はい、そこでアメリカ側が中国に対して、原油の供給停止を求めてきたことも明らかになりました。今後の北朝鮮に対する制裁強化の流れで原油の供給停止というのは一つの焦点になると思いますが、日本政府としてこれについてどのようにお考えになるでしょうか。また日本の独自の制裁についてはどのようにお考えでしょうか。安保理の緊急会合で国際社会の結束を示すことができたというふうに思っております。中国に対して、北朝鮮貿易を含め、影響がありますので、さまざま中国に取れる措置を取っていただくような話は我々もお願いをしてきてますし、アメリカからもそういう話はあったと思いますので、中国の対応を注視していきたいと思います。日本として、中国から北朝鮮に対する原油の供給についてはどのようにお考えですか。中国はこれまで安保理決議を守ってきております。中国独自にいろいろやれることはあると思いますので、それについて中国の対応をしっかり見ていきたいと思います。原油供給停止も求めたいということでよろしいですか。そこは我々としては圧力を強化する時だというふうに考えております。各社どうぞ。でちょっと委員会がありますので、 TBS 報道特集なんですけれども、今週行われた賢人会議について、日本は核保有国と非保有国の橋渡し役を掲げて主催しましたけれども、でも実態を見ますと日本は核兵器禁止条約の議論にすら参加していない。こういった立場で橋渡し役というのはできるものなんでしょうか。具体的に道筋などあったら教えてください。非常にいい議論ができたと思います。第2回目の賢人会議を行って、さまざま提案をしていきたいというふうに思っております。具体的な道筋はしっかりこれからやっていきたいと思います。あともう一つ、国連で毎年核兵器廃絶を目指す決議案を出していますけれども、先ほども申しましたように一方では核兵器禁止条約には反対している。これ矛盾したように見えるんですけれども、この日本政府の立場、国民には理解してもらえると思いますか。全く矛盾はしておりませんし、きちんと私のブログでも説明をしておりますので、国民の皆様よく理解をいただいていると思います。今ここですいません、ちょっと委員会なんで。